いやお前さん、亀さん、はい、雨が上がった神戸、はい、野球場後にしようというところで、はいはい、出たところですね。はい、見えるかな、はい、ここ球場の駐車場です、はい、結構ね、駐車場からもたくさんの方が今、一般の方も帰られる時で、あ、そうですよ ね、ここちょっと混雑するんですね、出口のところは。で、出たすぐ信号があるんで、はい、まあそういう状況です。出待ちの方も大変ですね。出待ちの方もね、はい、まあ、とりあえずあの球場の横から出てくる車にみんな手を振ってくださるんですだから絶対神戸にはようないやろと思いながら会釈をしました。我々の車に向かってもね、はい、たくさんの方が手を振ってくださって中見えるわけでもなし、まあ、あの先週関係者駐車場から出てくる車に対して手を振ってくださっていると、うん、まあ、でもそうですよね、普通選手だと思いますよね、うん、まあね、すいません、申し訳ない、神戸でした。神戸、お前の込みでございましたよ、ほんまに、で、はい、今日のテーマは今日はですね、はい、テーマがあるんですよ、お前さん。我々ね、はい、アナブースっていうのは京セラドームでも、ホットモットでも、うん、三塁側のスタンドの上にあるじゃないですか、うん、そうね、だからちょっとこうして視線を落とすと、三塁側のスタンドが、うん、お客さんがこう後ろ姿から見えるんですね、うんうんうん、で、スタンドって言いますと、野球観戦のスタンドはこのユニフォームを着てらっしゃる方がたくさんいて、ね、はいはい、僕結構ね、ひそかな楽しみとして、うん、三塁側なんでビジターチームの、うん、どの選手のユニフォームが多いんかなってね、うんうん、見るの結構楽しみなんですよ、うんうんうん、それが例えば今旬な選手であったり、もう引退された、うん、選手のやつをそれも大事にして来てはったり、昨日なんかまさにジョニー黒木さんの黒木54って、あ、54番、ね、着てらっしゃる T シャツの方がいらっしゃったりね、そんなんが僕見るの好きなんですよ。で、オリックスも含めて今回のテーマは、パ・リーグ6球団のユニフォーム、うん、もし僕とかお前さんが普通に前阪神行ったみたいに、うんうんうん、スタンドから観戦すると仮定した時に、うん、1球団1選手だけ誰のユニフォームを買ってスタンドで応援しますかという、ことを聞こうと思いました。なるほど、はい、どうしましょう。じゃあどの球団からいきますか。オリックス最後にしましょう。はい、じゃあ今日の相手ロッテ、それは今の現役、そうですね、じゃあ現役でなくてもいいです、例えばそのジョニーだったらジョニー、ジョニーさんでもいいです、持ってるという体でしょ。ロッテね、はい、はい、ロッテ誰行こうかな、難しいですね、うん、まあ、だからまずピッチャーか野手かって入ってくるじゃないですか、うん、野手やったらほぼ毎試合見れるけど、ピッチャーやったら先発ピッチャーやったら週に1回かもしれへんし、そう ね、 ね、まあ、野手を買うかな。僕もね、野手を買います、正直ね。そうだね、はい、ピッチャー先発だったらもうね、もう1週間に1回だもんね。そうなんですよ、二木投手が投げてる時にね、岩下投手ちょっと寂しい気もするじゃないですか。それはそれもいいんですけど、それもまあそういうことやね、うん、野手を買うね、1枚やったらね。そうなんです、1枚やから。僕は、うん、多分今やったら荻野貴司さんかな。お、背番号0、荻野って書いたやつ買います。僕はマーティンやね、やっぱり。ああ、メジャーリーガー、マーティン79番ですか。はい、なるほど、その理由はなんですか。やっぱあれ絶対かっこいいし、まあね、やっぱり打つし、はい、これを撮ってるのは9月8日水曜日なんですが、今日もマーティンの一発でオリックスは負けましたからね。いいところで絶対打ちますもんね、マーティンさん。マーティンかっこいいやん。昨日は宮城のチェンジアップ見逃し三振した後、宮城にニコッと笑って、うん、そう、お前やるなっていう顔して去っていく。そう、あれめっちゃかっこよかった。かっこよかったですね、はい、宮ちゃんもかっこいいって言ってました。マーティンがいいな。なるほど、確かにね、マーティンさんも多いですね、見てる感じ。いや、そらあんなに頼りのなる外国人ってね、えないよ。やっぱり彼のホームランで勝った試合って率は決して高くないんだけども、うん、ここ一発でのホームランってやっぱりすごいじゃない。確かにな、今日もそうじゃない。まあの一振りで言うと、はいはい、まあ、その前のね、うん、1点も彼のツーベースでしょ、うん、はい、だからもう今日マーティン一人にやられてるんですよ。でも荻野さん、マーティンさんもおそらくですけど、お二人が引退されても来ていっても、うん、あ、分かってるなこのファンってなりそうですよね。それはあるかもしれない。いい着眼点やなっていう感じ、うん、で、現役を離れて、うん、もういい、はいはいはい、中で選ぶんだったら福浦和也。あー、わかりますわ、それめっちゃわかります。僕もね、福浦さん大好きでした。はい、まあそんな感じで、これ6球団いかなかったので、はい、行きましょうか。行きましょう。じゃあ次、はい、来週週末の相手西武ライオンズ。これは僕も決まってます。
栗山拓絶対言うと思います。栗山選手です。栗山やな、単純に好きなんですよね、栗山選手。そうか、セーブな、誰かな。でもセーブはね、打線花ありますよね。あるある、森選手、山川選手。僕は、はい、熊代。おお渋いですね。はい、なぜですか、熊代選手。レギュラーではないと思うんですけど、僕ね、それこそ千葉マリンのゲームでね、はい、千葉マリンのゲームで、はい、リポーターをやっていた時に、はい、西武戦で、はい、西武が、まあ、あの延長戦に入って勝ち越して勝つんですよ、はい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 、でその時に、はい、なかなかヒーロー出てけへんの、ね、あのヒーローインタビューっていうのは、うん、ある程度前もってね、あの誰が出てくるんでって教えてくれるんですが、はいはいはい、その時は誰も教えてくれなくて、難しい、でなんかみんながもういいいいって言って、あこうどん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 で誰もいなくなって、広報さん困ってたんですよ。はい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 、ね、はい、でその時結局よ、はい、ダイソーで出てホームを踏んだ熊代くんが出てきてくれたのよ。でその時にそんなアナインタビュアーとしても難しいやん、そんな時に出るのも難しいですよ、ね、いやでもああいった場面でのね、やっぱりこう勝ち越しのランナーっていう、はい、まあその無理やりよ、うん、そんな気持ちを聞いたりとか、はい、ね、あの抜けた瞬間も う,、うん、もうこれはもう行こうという気持ちでいたのか、そういうことを聞くわけですよ、はい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 、そんなあのインタビューにも熊代くんは本当丁寧に答えてくれた。あもうそれから僕は熊代が大好きになりました。なるほど、でも、はい、いいですね。大前さんなんかその選手と直接関わりがあった時に応援された選手のやつ買うのはいいですね。みんながもうなんかいや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 って言って、もう僕は今日はヒーローインタビュー受けませんという中でね、出てきてくれたのが熊代くんで。なるほどな、はい、あそれでもいい話ですね。それは好きね、熊代くん、うん、今でもやっぱり渋い働きやん、うん、だってね、ああいう守備固めとダイソーで FA 取るねん、うん、ね、去年取りましたもんね。そうやね、すごいやん、ずっとそれで一軍に続けたってことですよね。ということなんですよ。だそういう貴重な選手っていうのもちょっとあってもいいのかな。いい話、 いや、いい話、ね、栗山さんなんかもちろんそうよ、うん、もう一番に僕もそら本当は栗山、って言いたいよやっぱり、うん、だけど匠さんなんだけども、はい、でもやっぱりそれを亀さんが言ったんなら熊代くんやね。なるほどな、はい、ちょっとでも熊代選手のこれから見方が変わりますね。 あの人いい人なんやなと思いながら、すごいいい選手だと僕は思います。大好きです。わ、はい、かりました、はい、じゃあ次、マリーンズロライオンと言ったんで次楽天いきましょう。イーグルス、楽天、楽天、僕楽天やったらピッチャー行くかもしれないですね。誰、楽天誰やろうな、誰行くやろう。楽天迷いますね。あでも今やったらめっちゃミーハーですけど、うん、早川選手、おーピッチャーのね、はい、まあそうかな。早川さんかっこいいなと思った記憶ありますよ。これ前でもいいの？いいです、いいです、もちろんです、はい、僕は初代監督のタオさん確かにね、タオ、はい、監督のユニフォーム売ってますもんね、はい、タオヤスさん、タオさんか、何番か分からへんけど、はいはいはい、タオさんのユニフォーム着たい。それは何です、お前さん現役時代を知ってらっしゃる、知ってるし、はい、タオさんって、まああのまあ、あの僕らもよく話もしてくださるしね。あ、まあ、言い方ですね、言い方で、あの、まあ、本当にあの大変な時のね、楽天の監督で、僕は楽天 の, その最初のゲームっていうのを喋ってるんですよ。え、そうなんですか、千葉マリンのロッテ戦やったんですよ。勝った試合じゃなかった、初戦勝つのかな、で2戦目でボロ負けするんですよ。そうなんです、そうなんです、岩倉区で初戦勝つんだよね。僕それ見てましたわ、大前さんだったですね、はい、僕あの実況 しました。ああそうなんですね、はい、そうなんですよ、そういうのがあったんで、タオさん、あの歴史的な勝利ということで、うん、みんなでこうレフトスタンドの方に行って挨拶をするあの姿が忘れられませんね。いいですね、あの、はい、楽天のスタンドにタオって書いたユニフォームの人がいたら、はい、初代からずっと好きなんやなって思いますね。タオさんやな、なるほどな、はい、じゃあ次ファイターズ行きましょう。日本ハム、日ハムは僕はさっき言っていいですか、うん、西川春樹さんですか。西川春樹、一弁分からんと言ったら西川さんかっこいいなと思って来ました。好きなんですよね。なんかあの辺ビーズガールズに声かけすぎやから、なんか試合前とかね声かけるって、あの飲みに行こうとかそんなに違うんですよ。はいはいはい、はい、あのパフォーマンスしてる時にですよね。そうそうそう、だから矢野コーチ筆頭にね、そうそうそう、あの姿を見てるんでなるほど、僕は、はい、もうこれもまたもうほんまにごめんな、はいはいはい、大引き刑事。ああ、なるほどなるほどなるほど。
え、ファイターズいはったの2、3年じゃなかったでしょ。そうだと思いますよね。でもビッキーですよ。ああ。でもファイターズスタンドで大引き選手のユニフォームは見たことないかもしれないです。うん、持ってらっしゃる方いるんかな。はい、大引きさんなんか高かったですか、お前さん。僕は大好きです。奥さんともまあまあ仲良くて、あ、今でもじゃあ仲良かった。今は最近は知りませんけどもね。あの大引きくんが、大引きくんが、はい、ファイターズから FA をして、うん、スワローズに行くじゃないですか。行かれました。あの時の前、その明日発表という前日にちょうど奥さんと東京で、はい、仕事のなんか打ち上げで、あのテレビ関係のお仕事されてるんですね、はい、奥さんが。奥さんが、はい、はい、で一緒になって、で、あの主人がよろしくお伝えくださいって言ってましたみたいなこと言ってて、でところでどこに行くのって、いや私本当に聞いてないんですよ。奥さんにも、いや絶対知ってると思うんだけどね。あ、まあ、でも、でも本人も決めてるみたいですよみたいなことで、やっぱそこはテレビ関係やから守秘義務は守らなあかん。そりゃそうですよね。分かったんですね。はい、まあそんなんで、ビッキー、あ、大引き選手、はい、いいですね、はい、ビッキー大好き、あのオリックスの時から大好き、うん、はい、じゃあラスト2球団、じゃあまずホークスいきましょう。ホークスはいい選手多いですよ。僕迷うな、これは。牧原さん僕好きやけどな。牧原大成かな。柳田さんも欲しいんですよ。中村晃さんも欲しいんですけど、まあ、そこはもうちょっとね、うん、今僕牧原さんやな、やっぱり。いや牧原はええな。甲斐さんもいいねんけど、特に今年牧原さんいいんで。でもね、普通にピッチャーとして千賀さんもいいしな、石川修太さんもいいしな、やってくるけど、やっぱホークスはやっぱ今でもやってるんでね。そうですよね。誰やろうな、ホークス、ね、これオリックス以上難しいかもしれないです ね、 これね。いやいや、僕も本当千賀君とか本当41番僕は、あー、いいですね、持っときたいなと思うんだけども、うん、どうしよう。いや、もう分かった、はい、46、ホンダ、ホンちゃん、本田さん。本田さん大好き。本田雄一さん。はい、今コーチですけど。あ、なるほど。あの、足立さんとも仲良くて、ね。はいはい、引退試合、はい、足立さん見に行かれてましたよね。そうそう、あの、来てくれてね。僕ちょうど、ポンちゃんのその引退最後の試合、実況担当しました。あれ、僕見てました。そうだったんですか。はい、はい、そうなんです。あれ、感動的なセレモニーでしたよね。めちゃくちゃいいセレモニーでした。ね、まだ焼けてるやんか、本田君みたいな感じだったんですよ。あ、でもね、はい、本田選手のユニフォームとか T シャツを着てらっしゃる方は未だに僕見ます。三塁側スタンドに。ポンちゃん好きです。あ、いいですね、本田さんか。はい、じゃあラスト、はい、我らがオリックスバファローズ。我らがオリックスバファローズ。じゃあこれ現役でいきません。あの、坂本とイチローさんとか田口さんが出てくるんで、まあ、現役でいきましょう。現役ね。あの、もちろん監督とか二軍監督とかも打ってるんでありとして。はい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 、はい、僕誰かな。現役、現役で今打ってるやつ。現役、僕、あ、決まりました。あ、どうぞ。平野義久投手。ああ、いいね、ピッチャーやけどね。あの、僕がやっぱ学生の頃から現役で見てはる選手ってやっぱ憧れ強くて、うん、僕高校1年生の時に入団されたんで、うん、そういう意味でやっぱ平野さんは16番は僕欲しいな、普通に。 OK、 はい、大前さんは胸井戸番。あー、いいですね。最近めっちゃ増えてますよね、スタンドに。いや、やっぱりあの田口さんの6番を継承してるわけでしょ、うん、はい。でもやっぱそんな感じになってきつつあるもんだって。いや、本当になんかあの、なんていうやろ、ヒーローインタビューとかのコメント一つとっても、いや、もう立派なコメント、立派なコメント、本当に人柄が、ね、あの、まあ、オリックスさんも難しいよ、いろんな選手のユニフォーム揃えたいぐらいですけども。いや、もちろん足立さんも欲しいしね。そう、足立ちゃん、いや、もう足立ちゃんとも迷った、僕は。あ、やっぱそうですか。うん、あの、星見さんも欲しいし、ね、トライも欲しいし、松木さんも欲しい。そう、みんなそうやねんけど、やっぱりそこやな。なるほど。ナオも欲しいけど99、うん、だけど宗。なるほどな。でも今は宗選手、杉本選手はほんま増えてますよね、ステンド見てるから。やっぱりあの、ナオにしても宗にしてもね、やっぱりこうずっとこう下積みもあって、なかなか思うようにいかないこともある時期を経てね、はい、今年何かこう掴んでるというところにまで来てる選手たちでしょ、うん、そういうのはやっぱりなんか応援したくなりますよ ね、 あの、素晴らしいと思います。打率ランキングも今日の時点でベスト10に入ってきましたし、そうね、上げてほしいな、楽しみやな。あの守りが素晴らしいじゃん。いやね、花ありますよね。あるある。あの、大前克樹が書いた J スポーツの野球のオリックス好きコラムがありますんで、胸言うは今日は、あ、今日っていうか水曜日にアップされております。あ、あの、
思います、帰ったら。あのヤフー あのオリックス好きな人やったら、うん、ヤフーのトップのところでもう出てきてると思いますね。あの J スポーツオリックス好きのツイッターのアカウントにも上がってました。本当に大前和樹さんがコラム書かれましたということで。一応福田周平君と、うん、今月はね、はい、胸を書きましたんで、また何かで取材ができたら書くと思います。じゃあまずは胸選手僕拝見します、帰ったら。まあまあ気合い入れて書いたんですよね。はい、分かりました、ありがとうございます。そんな感じですね、はい、じゃ あのもしユニフォームを買われるのに迷っている方がいらっしゃいましたら、はい、ご参考になればと思います。絶対参考になれ人それぞれから間違いない、はい、好きな選手を買ってくださいってことですね。はい、はいはい、じゃあ今回終わります。